おすもーぐチャンネル。最初はグーじゃんけんグッチー。こんにちは、グッチです。2022年、昨年はご視聴いただき誠にありがとうございました。2023年、本年はですね、グッチャンネル新たなチャレンジをどんどんしてまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いいたします。まあ、昨年はですね、ドイツみちこさんとか、ベルサイユさんとか、はるきくんが、グッチー道場に入ってきてくれてですね、初の、ドイツさんは全日本選手権のチャレンジ、昨年のね、大晦日に、元旦にですね、今年の2023年の元旦に、女子相撲日本一決定戦があったので、昨年の大晦日のね、大晦日にも稽古会を行いました。2022年は相撲で終わり、2023年は相撲に始まりました。元旦の女子相撲選手権行ってまいりました。その結果もこの動画でまた上げますので確認してください。結果のほどはですね、ベルサイユさんが初チャレンジで1回戦なんと不戦勝、初勝利が不戦勝ということでした。で、2回戦は結構注目を集めてた元自衛官、五ノ井さんと対戦しました。その動画も載せます。それと、ドイツさんも初勝利を目指して、今年のですね、2023年の全日本が一番の目標ですけど、元旦から、全日本、日本一決定戦をね、チャレンジしてくれました。結果としては、やっぱりね、課題である立ち合い、やっぱ当たれませんでしたね。今年の目標は、やっぱり、初勝利を迎えるには、やっぱ立ち合い主導権を握って攻めるということなので、やっぱ立ち合い当たるということを課題に、これからまた稽古をやっていきます。課題はたくさんすごいあるんですけど、そこがね、苦労すれば苦労するほど、初めて勝った時の感動とか喜びが絶対にあると思いますので、頑張っていきます。そのストーリーをね、今年もどんどんやって流していきますので、お楽しみにしてください。グッチーも必死に頑張っていきます。はるきくんも、去年ですね。去年、クラウドファンディングチャレンジをしたりとかして、皆様にご支援いただいたので、はるきくんは今年、中学生になる年ですが、相撲を続けるという決心をしましたので、回しを購入させていただきました。その回しをね、贈呈しましたので、その動画も、合わせて流させていただきます。すごい喜んでおりましたし、初のね、本回しで、男子は裸に直に回しを巻くのが男子の習わしというか、相撲ってそういう感じなので、本回しなので、短パン卒業して、初の生回しです。その姿はね、今年の初稽古、明日の7日、初稽古を行いますので、初の生回しを締めますので、その稽古の姿も流していきます。しばらくですね、暖かくなるまで試合もないですし、出れる試合はどんどん出ていくんですけど、今のうちに、やっぱり技術がね、立ち合い当たれなかったり、角度が悪かったり、当たる相撲を始めた頃に一番の壁である立ち合いの恐怖、それを克服できてない人がたくさんいますので、そこの課題を、どうやればね、当たれるようになるのか。体を鍛えることも大事ですし。誰でもね、僕とか、大相撲の人たちも立ち合いの恐怖心はいつでもあって、それを常に気合と鍛錬でね、壊れない体を作ってやるということでやってますので、そこも課題でどんどんやっていきます。それでは、グッチーもですね、もう皆さんも頑張って、グッチーメンバー頑張ってもらって、頑張っていただいてますので、頑張っていますので、私もいろいろ新しいチャレンジをしていきますので、よろしくお願いします。まず第一弾で、現役辞めて6年になりますが、だいぶ体も落ちましたし、そうですね、相撲最近ね、実際胸は出してますけど、取ってないですしね、勘も鈍ってますし、ちょっと、皆様があっと驚くようなチャレンジを今年ちょっと考えてますので、まず、
体を作り直します。まず第一弾で体を筋力を戻すこと、筋量を戻すことに取り組んでます。それでクリーンバルクっていうのを始めてまして、まあ今の力士も、まあ、糖尿になったりね、スポーツ選手が糖尿になったり高血圧だったりとか体調を崩すのは、まあ、選手生命に響きますし、本来の力も出なくなったりね、まあ、テール強し関も糖尿の悪化で15連敗とニュースが出てましたし、まあまあ、力士も体が大きければいいっていうもんでもなくて、そういう思考もねどんどん変えていこうっていう働きもちょっとやっていきたくて、クリーンバルクの勧めで自分がまずね実験台としてクリーンバルクしていきます。それで、まあ、ずっと去年からプロテインとかサプリメントをやめてましたが、プロテイン摂取とクレアチン摂取を再開しました。まあ、その普段のクリーンバルクの食事をどのようにとっているのかとか、どのタイミングでとっているのとかもどんどん流していきます。それとウエイトトレーニングで体を、まず体筋肥大して筋力を現役の時ぐらいまで戻すのをやっていきますんで、それもどんどん動画で流していきます。まあ、今年は週に2回から3回動画を流せるように頑張っていきます。まあ、今のところ本業である営業もスタートしていきましたし、そのうまいことリズムを組んで稽古会、さらなるメンバーの参加の募集と、新たなメンバー、そうですね、元旦の相撲大会の時に声をかけていただいて、ボディービルとパワーリフティングのアジアチャンピオンかなの女性ですけども出ている方がいまして、その方に声をかけていただいて、また稽古に参加したいということで、また稽古に参加されると思いますので、どうして、まあ、どんどん稽古盛り上がってきてますので気にして見ててください。それとベルサイユさんと対戦した方と、新宿の女王と言われているエリカ様でしたから、名前ちょっとはっきりは覚えてないんです。間違ってたらすいません。その方も稽古に来たいということを言っていましたので、グッチ道場、女性がどんどん今増えてきてますので、男性陣と、やはり未来の横綱発掘がコンセプトですので、子供さんの参加をどしどし募集しております。人数が増えれば増えるほど盛り上がりますし、ストーリーがどんどんできていきますので、ぜひともグッチ道場にお気軽に稽古見学から体験、参加お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本年もよろしくお願いいたします。それでは回しの、春樹の回しの姿と、元旦の試合と稽古、風景を動画で流しますので、よろしくお願いします。グッチーでした。最初はグー、じゃんけんグッチー。おはようございます、ぐっちです。今日大晦日なんですが、もう明日元旦の女子相撲日本一決定戦出るということで、今日調整の、ね、ベルサイユさんとロイさんの調整稽古を行います。よろしくお願いします。それと、まあ、大晦日も来ていただいたもうレギュラーメンバーのまーちゃんさんと、将来の、まあ、関取になる、そもそもなんじゃない、入ってた宣言しました。宣言しましたんで、今年大晦日最後の最後、2022年最後の最後なんで、来年から、まあ、春季中学校になっても中学校になる年なんですけど、なっても相撲を続けるということで、この前クラウドファンディングやった、ね、相撲人口の、まあ、増やす活動のため支援を募っていただいた支援金で回しを購入させていただきました。おーすごいこれでもう春樹はがっつり稽古頑張って、もう来年から公式戦も出ようか。まあじゃねえよ、はい、まあじゃねえよ。これつけて頑張ります。はい、それでは今日稽古会やった後に追っていきます。まあ、その風景をちょっと撮ります、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと大きな声でいく。ありがとうございます。ありがとうございます。いきます。それでは行きます。はい、黙祷。やめて。
終わります。ありがとうございました。それでは回しを折っていきます。ハルコの回し、魂込めて折ってね、今から教えますからね。このまま折り目のままで、これ一度なんかざらつきがあるけど、これに若干さ、ミリ1センチから、まあ、5ミリから1センチぐらいずらして折る。見て、そうですね。それでここできたからマジックマジック。そうじゃない。回し完成しました。これで中学生に入ってもやります。クラウドファンディング のご支援いただいた方、本当にありがとうございます。ありがとうございました。これ載せるからね。これ最初熱い湯に、熱いお湯を湯船にためて柔軟剤入れて一晩ぐらいつけると柔らかくなるから、それでもうあと稽古して汗とか砂とかついて干していったら自然に馴染んでくる感じ。 OK です。よし、これで、まあ、今日12月31日の大晦日やけど、新年にこれ巻いて本格的にやりましょう。よし、 OK。 最後に一言。最後一言、新年に向けての抱負、来年の目標、この回しを巻いて、この回しを巻いてどこかの大会で必ず勝ちたいと思います。よっしゃ、頑張りましょう。ありがとうございます。では新年もよろしくお願いします。Thank you.